下関市で今日午前開かれた下関北九州道路整備促進大会には、福岡県と山口県の知事や九州と中国の経済連合会の会長などおよそ400人が出席しました。下関北九州道路は今年5月、下関市の旧彦島有料道路と北九州市小倉北区の北九州都市高速道路を橋で結ぶおよそ8キロに及ぶルートの素案が完成しています。今日は環境アセスメントや都市計画決定の手続きを着実に進めることや、地域活性化につながる道路となるよう検討することなどを決議しました。スピードを上げてこの事業の完成に向けて全力を尽くしていきたいと思います。決議の内容は来月23日に国に要望として提出される予定です。